はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病やがんの治療はね、抗がん剤を使います。副作用で髪の毛がね、抜けます。しかもまばらに抜け落ちますので、見た目で落ち込んでしまう患者さんもいてますね。ヘアドネーションというのは髪の毛を寄付するというものでして、献血骨髄バンクと同じでね、皆さんの優しい心が伝わる非常にありがたい行為です。嬉しいことにですね、僕の周りでもですね、ヘアドネーション人口がね、すごい増えつつあるんですよ。先日もね、うちのお母さんですね、私の子の髪の毛も寄付できるんかねって、ね、言われてね、まあ、ちゃんとね、美容師らしくね、結んだ先から31センチ以上あればできますよってね、とね、説明させていただきました。いやー、嬉しいですね。ほんで、まあ僕の奥さんのお姉さんもね、まあそこの娘さんもなんですけども、まあ、突然にね、ボブスタイルに、ね、なってきたんですよ。こう、めちゃ長かったんですけどね。どうしたんって聞いたら、寄付するために切ってんって話してくれました。あとね、僕の学生時代の頃の同級生の女性もね、僕の病気をきっかけにですね、伸ばしてくれてて、まあ、つい先日寄付してくれたみたいです。優しいですね、皆さん。本当にありがとうございます。まあ、献血も嬉しいですけどね、ヘアドネーションもめっちゃ嬉しいです。まあ、昨年末の動画でね、超有名 YouTuber のフィッシャーズさんのね、元木さんっていう方がいてるんですけども、その方もね、ヘアドネーションもね、された動画をね、公開されてて、まあ、勝手ですけども、紹介させていただきました。まあ、これはまた嬉しかったですね。まあ、ヘアドネーションに関してはですね、まあ、皆さんの担当の美容師さんに聞いてもらったら、詳しく教えてくれます。まあ、教えてくれるはずです。まあ、知らん美容師はね、いてないはずなので、まあ、よかったら事前に、事前にかね、予約の時にね、聞いてみてくださいね、電話でね。まあ、長さは最低でもゴムで結んでから31センチ以上あればいけますんで、まあ、ちょっとここでね、ちょっと美容師からの提案としましてですね、皆さんロングヘアの方も多いと思うんですけども、ロングヘアに飽きたら、ボブスタイルもいいと思いますよ。ショートにするには抵抗があると思うんで、段階を踏んでね、こう、いきなりショートじゃなくて、段階を踏んで、こう、ボブにするってのもありです。でも私、ボブ似合えへんねんっていう方はですね、まあ、例えば、前髪があるのとないのと、ね、また、ボブの印象も変わってきますので、こう、パッツン前髪なのか、こう、流しているのか、でもこっちでもいいですけどね、分け目をこう、変えて流すっていうのもね、イメージが変わってきますんで、まあ、んでそこに、今やっと流行ってきている、そのバレイヤージュっていうね、そんなカラー、ヘアカラーとかもしてもいいですし、こう、パーマでふわふわっとしてあげるとね、さらに可愛さがマックスですよね。まあ、ちょっと話の内容がちょっと逆になってしまいましたけども、ロングヘアの方でスタイルチェンジをするなら、ヘアドネーションも心の片隅にちょっと置いてあげていてくださいね。まあ、そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。